こんばんは。2020年4月10日、学校休校中の皆さんの勉強を応援するウェーブ朝倉学校数学です。本日は線対称、点対称、回転対称というお話をさせていただきます。図形に正六角形を書いてありますが、実は昨日の円の流れの、延長線上で最後に円も出てきます。それでは私は船橋の市議会議員で予備校講師もやってます。そしてこの講座は学校が休業されているので、学校が、で学べない皆さんのための、講座として解説をしております。それではこの講座の基本的な方針なんですが、大体10分か15分程度で発信いたします。そして小学校高学年から高校生ぐらいまで貫く共通の事項を重視して数学的な発想に慣れていただこうというふうに思っております。で特に史実として円をやってきました。そして数学用語の英単語も復帰します。でこれは非常に英語の勉強のヒントにもなると思うんですね。そして Google にクラスルームを開設してますので、よかったら登録してみてください。それで、今私たちがこうなってるのはコロナという危機に際しているわけですけど、これも数学でこう分析すると、コロナを苦労と苦闘で乗り切ればきっと幸せの数字ラッキーセブンになるに違いないということで頑張っていきましょう。それでこの講座本当は前半数学、後半理科を発信する予定だったんですが、本日もちょっと準備が間に合わずに、数学だけの発信になります。その代わりといってはなんですが、ウイルスの遺伝子検査の話をすで、に今日の昼に YouTube にアップしましたので、試作品ですけどご覧ください。これ理科の代わりだと思ってください。それと、船橋全体の、その感染対策の状況については昨日池澤道夫さんとともに確かめてまいりましたので、これも YouTube に載せてありますのでご覧ください。それでは数学の内容に入っていきますね。で、まず数学では平面上の図形を移動させるということを3つの方法で、やることがあるんですね。中学1年生で学びます。で平行移動というのは、この平行の方向にこの三角形を、例えばこっちの方向にこれだけ平行に移動させるということです。でそうするとこれ面白いんですけど、一つのその頂点の移動の平行の移動の方向性と長さが決まってきますと、他の頂点も全て同じ長さになりますので、この頂点の移動の矢印を変えてみると全てこれ平行になります。つまりこれたくさんの平行四辺形ができる形になるんですね。次に対称移動。対称移動というのはある軸を設定して、その軸をパタンと折り返すようにこっちをこっちに移動することです。でこれパソコンを扱ったことがある人は、作図の時にリフレクトというツールがありますけど、こうパタンと折り返す、このリフレクション、反射という意味なんですけど、これの作業と同じです。で、この対称の軸の移動に関してはどういう特徴があるかというと、この頂点がこっちに、これが移動しますね。でこれは対称の軸に対してちょうど垂直、この対称の軸がちょうどこの移動の線の垂直二等分線になるようになっておりますので、それがこの特徴です。で対称移動をシンメトリックムーブメントと言いまして、この線を境に対称になっているこの2つの図形を線対称の関係であると言います。ラインシンメトリーで、シンメトリーというのが対称ということの英語なんですけど、これは語源的にはメトリーというのが測る、シンというのは共にという意味でありまして、これこの軸をもとにこう2つ共に同じような長さで測れるというようなニュアンスから、この線対称シンメトリーという言葉が来ました。それでは次、回転移動なんですが、回転移動というのはある点をもとにこう回転させるんですね。例えばこの、この回転の中心をもとに60度回転させると、この赤線はこの赤線に移動すると、でこの、茶線はこの茶線に移動すると、この青線は青線に移動する。で その先端に頂点があると、それぞれこういうふうに移動するんですね。このように回転の中心をもとに回転移動することをローテートとか、あるいはローテーショナルトランスファーって言ってるんですけど、ローテーションってよく日常生活で言いますね。選手交代することとか仕事を交代することをローテーションって言いますけど、これ
このローテートから来てる、ローテートと同じ言葉です。さてこの回転移動の中で、特殊な回転移動がありまして180度回転移動っていうのがあるんですね。つまり半回転するんですね。1回転すると元に戻る、360度だと元に戻るんですけど、180度だとちょうど反対側に行くんですね。でそうすると180度回転移動すると、ここはここに移動する、でここはここに移動する、ここはここに移動する、ちょうどこの、まあ、先ほどまで回転の中心と言っていた点に対してちょうど頂点が反対側に移るんですね。でこのことを点に対して、反対側に、行くので、さっきは線対称なんていう、これ点対称と言います。これちょっとポイントの間違い、ポイントシンメトリーと言ってます。この、特に回転移動の中で180度回転移動のことを点対称というふうに言っております。で対称の軸、逆にある図形に関して対称の軸をその設定すると図形が重ねり合う形になる図形を線対称な図形といい、そしてある点を設定するとちょうど180度回転させると元と同じ図形になる図形を点対称な図形と言ってますので、図形の、すでにある図形の特徴を示すにも線対称点対称という言葉が使われます。それでは次なんですが、線対称と点対称って、軸とか点に対してちょうど反対側に移るので一見似てるんですね。一見似てるんだけど明確に違うので注意をしておいてください。線対称はパタンと折れますので、例えば対称の軸が縦線だとすると、こう上下の方向性は変わらないんですね。上下の方向性は変わりません。で一方点対称は180度くるっと回転しますので、これまあ反対側に移るんじゃなくて上下関係もちょうど変わってますので、点対称と線対称は違うと、まあ映る位置は比較的近いように見えますけど、結果としてできる図形は、まあ、ひっくり返ってたりの違いがありますので注意をしてください。で線対称と点対称に一番日常生活で近いのが鏡は線対称ですね。ちょっとあれ空間になってしまってますけど、鏡はちょうど、鏡の目に対して線対称の関係になって、鏡と自分の実物と鏡に映ってる自分の姿はちょうど、線対称の形になってます。一方点対称の方は北極星を回る、12時間で回る星空の動きですね、12時間夜が続く、12時間以上夜が続くような冬じゃないとその180度回転まで見えませんけど、夜の時間が十分12時間に長い時にはちょうどこの北極星を回りに、そのちょうど星空の姿がここ反対側に、上下もひっくり返っていくんですね。さてもう一つ、中学であまりやらないんですが、N 回回転対称というのを知っておいていただくと図形の特徴が面白いです。で、ある点の前に回転移動させたときに角度 N 分の360度ごとに元の図形に一致することを N 回回転対称と言います。例えばこの N 分の360度というと難しそうに感じますけど、例えば正方形ですね。正方形は90度回転させるごとに元の姿に戻るということは実感できると思うんですけど、これは 4で割ると90度です。つまり正方形は4回回転対称、つまり360度回転までにカク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 と90度ずつ回転させると元の図形に重なりながら行くという形ですね。ということで4回で正方形は1回転して、その4回のカクカクの それぞれが同じ正方形なので4回回転対称というふうに言っております。さてこの3つの論点から3つの問いを、投げかけてみたいと思います。日常生活に近いものとして、アルファベット大文字26文字を点対称な図形、線対称な図形、点対称かつ線対称な図形、どちらでもない図形に分類してみようということですね。ABCD というのがあります。ただこの時の約束なんですが、本当は例えば B は下のこの膨らみが若干大きいとか、例えば S だって下が若干大きいというのが、実際あるんですが、そこは無視して、B も S も、上下も同じような形だというふうに考えた上で分類してみましょう。それから正三角形十角形を点対称な図形、線対称な図形、点対称な図形、線対称な図形、あるいは点対称かつ線対称な図形に分類し、また何回回転かを考えてみようと。
正三角形、正四角形、正五角形、正四角形というのは正方形と言いますけど、正六角形、正七角形、正八角形、正九角形、正十角形ですね。で最後、これ円和の間違いですけど、昨日までやってきた円はこの線対称、点対称、回転対称から考えてどのような特徴を持った図形でしょうか。 YouTube を見てる人はここで一旦止めて、特にアルファベットは実際に線対称か点対称か確かめることをいろいろ書いてやっていただくと面白いと思います。それではいきますね。でアルファベットについて、線対称と点対称でもないのはちょっと上下左右どの方向から見てもぴったり来ないのがこの F、G、J、K、L、P、Q、R ですね。 R です。それで線対称かつ点対称というのは180度回転させても、線を縦線とか、特にアルファベットは縦線か横線で線対称になってますので、これは H とか I とか O とか X は縦線でパタンと折っても横線でパタンと折っても元の図形に重なりますね。ということで線対称かつ点対称です。で N と S と Z はこれは実はここの中心部分をで180度改善させると実は元の図形に同じなので、これはよく考えて N をぐるっと回転させると元に重なるんですね。 S 回転 Z も重なります。でも実はこう縦線でやろうと横線でやろうとパタンと折り返すと実は重ならないんですね。ということで、点対称だけど線対称ではないのが N、S、Z です。はい。一方線対称だけど点対称じゃないものが A、T、Y。 これはこの縦線引くと左右対称、左右対称と言ってもいいですね。左右対称となっているのがこのグループです。で B、C、D、E は横線でパタンと折り返すことができるということで、この横線に対して線対称になっておりますので、アルファベットはこういうふうに4つに分類さ、そして縦線か横線かという論点だとここが2つに分類されるということで、非常に身近で線対称、点対称を確認できる存在ですのでやってみてください。で特にパソコンの操作ができる人は一回お勧めしたいのは、ここはどうやっても線対称かつ点対称というのは実感できると思うんですけど、 N とか S とか Z を、2つの操作やってみてください。リフレクト操作、上下リフレクトと左右リフレクト両方ありますけど、実際リフレクトすると違う形になります。ところが同じ N、S、SZ を180度回転操作するとぴったりと同じになります。なんか動いてないのかと思うぐらい同じになりますので、実際パソコンで描画できる人は確かめてみてください。それでは最後のですけど、正三角形十角形の点対称な図形を、正三角形か正十角形は線対称か点対称かという論点でまとめると、実はどの図形も線対称なんですね。こう真ん中に軸を設定して、やると線対称です。ただ点対称になれないのが実は奇数角形ですね。例えば三角形は180度回転させるとこっちがとんがっちゃうんですね。ということで三角形、五角形、七角形、九角形は点対称ではありません。ところが偶数角形、四角形、六角形、八角形、十角形は、点対称でもあります。線対称かつ点対称でもあります。それと対称の軸なんですが、正三角形はここが対称の軸だけじゃなくて、これも対称の軸になりますね。でこの対称の軸になります。で正五角形は各頂点ごとに対称の軸ができますので5つ対称の軸ができます。で正七角形はちょっと書かなかったけど7つ対称の軸、各頂点ごとに対称の軸ができますので、ということで対称の軸は3、5、7。じゃあ偶数角形の方はどうかというと、例えば正四角形、正方形はここ軸になる、ここ軸になる、それから斜めのこの対角線も対称の軸になってくれますので4なんですね。で6もそうなんです。でここの各頂点の線が3個あるのと、それからこの真ん中の辺の真ん中を通る線が3個ありますので、実は六角形の対称の軸は正六角形の対称の軸は6個ということになります。で面白いことに、あと回転対称は当然 三角形は3回、
回転対象ということは分かりますね。125度ごとにカクカクカクと同じ位置になります。これは72度ごとにカクカクカクと同じ位置になりますので、まあ面白い原理がありまして、回転対象の対象数 N 回回転数は角数7角形だったら7ということと一緒で、対象の軸は角数、これも角数と一緒です。8角形だったら8個対象の軸があるということです。さて、それでは円はどういう図形かということで、円は非常に素晴らしい図形でありまして、なんと線対称で、なおかつ点対称で、線対称は直径が軸になります。直径が軸になる。で、直径は無限、まあいろんな無数にこう角度を変えれば書けますね。だから線対称でなおかつ線対称の軸は無数にあります。で、点対称で点対称の中心は円の中心です。そして、回転対象も360回回転、一度ずつ回転しても360回回転対象なんですね。 0.5 度ずつ回転したら720回回転対象です。だから任意の角度に関して回転対象になるという非常に不思議で素晴らしい図形だということで、本日も最後は円で締めくくらさせていただきましたということで、また明日、8時にお会いしましょう。はい、ご清聴ありがとうございました。